カナがなんでイチャイチャしてること知ってるの？俺の思考はカナに筒抜けなのです。ほら、もともと俺の中にいたからね。それで思考だけは軽くリンクしてたんだけど、俺が神羅万象支配を得得したことでそれがより鮮明になってね。そんなことどうだっていいのよ。イチャイチャしたの、してないの、どっち？どう答えればいいんだ。指示出て聞いてるのか、本当に知らずに聞いてるのか。結果とは明日かな。ふーん、とはってことは他にもいたってこと。しまった。せっかね、こういう時だけ鋭い。まあせっか、後に詰め寄っても仕方ないでしょう。カナに聞きなさいよ。聞いてるよ。結果お姉ちゃんとバハートってことイチャイチャしてたって。くっそ、フルスコアで全部知ってた。あ、誘導尋問だったのね。最近結果が違う方面でたくましくなりすぎて私でも怖いくらいだわ。そうだ、そこまで知ってるならオーブの気配については何か聞いた？聞いたけど今は興味ない。興味持って、旅の目的なんだから興味持って。はぁ、いいわ、この続きは旅館で聞くわ。絶対に詳細を聞き出すんだからね。はい。たく、東京ってどうなってんのよ。たった十数日で月下お姉ちゃんやことかちゃん、バハートっていう隊長の人まで。今のパトには間違いなくモテ気が来てるわ。私が抑制しないと。あ、ごめんゼッカ、今日はことかと帰りたいから先に帰っててもらっていいかな。あ？ごめんなさい、だってことかが専属神になってからまともにお話できてないからたまには時間を作ってあげないとかわいそうじゃん。仕方ないわね、さすがにそれはことかちゃんがかわいそうだから今日だけは見逃してあげるわよ。あ、ありがとうございます。なんか立場入れ替わってない、もはや熟年夫婦並みの優劣がついてるんだけど。オーブの件については帰ってきてから話してちょうだい、私じゃさすがにわからないから。わかった、それじゃあまた旅館でね。朝帰りしてきたら切るわよ。はい。せっか結構変わったわね。専属神としてもそうだけど、一人の女性としても以前よりはるかにたくましくなったよ。なんか私の方が年下って気がしてきたわ。いやいや、結果はそのままでいいよ、成就してるって感じだから。あ、二人とも、こんなところにいたんですか。月下先輩はまだ帰らないんですか。ああ、今日はことかと一緒に帰ろうと思ってたからここで月下と一緒に待ってたんだ。そうだったんですね、すごく嬉しいです。だから今日は私とパトと一緒ってこと。いいですね、私は今日集める情報はないので、私も一緒に行っていいですか。いいよ、メリアも最近全然一緒にいれなかったし、一緒に帰ろう。やったー、嬉しいです。それじゃあ帰ろうか。本当大会始まってからみんなとはご無沙汰だから申し訳ないよ、本当。でもパトさんはこの大会のために1年間頑張ってきたんですよね。だったら仕方ないですよ。本当、正直せっかくことかと一緒にいられるようになったのにあの日から全然まともに話せてなかったからさ。そればかりは私にも責任はありますし、タイミングが悪かったって思っていますので大丈夫です。これから先長い人生ずっとそばにいられるんですよね。なら今はパトさんの目標が少しでも達成できるように応援します。ほんまええ子でやんす。ここがことかの部屋なんだね。すごく綺麗な部屋ですね。いえ、汚すほどのことをしてないだけですよ。普段は何をしているんですか？勉強か、お裁縫ですね。ゲームは画面用意しちゃうのでやってません。あとは読書ですかね。恋愛小説とか結構好きですよ。私学生時代の時に結構その小説借りたことあるわね。すごく面白かったわよ。俺は漫画とかゲームなら結構やってるんだけどね、小説はあまり知らないなぁ。ご主人は本などはあまり好まないですからね。座学もしっかり学んでほしいのですがね。恋愛ゲームとか少年漫画、アクションゲームとかなら率先してやってたのにね。結果、やっぱり光で覗いてたのか。暇つぶしには良かったわよ。自分でやらなくてもパトが全部やってくれるからね。それはいいですね。ぜひ私もパトくんがゲームしているところを見てみたいです。先に恋愛ゲームは気になります。あ、ことかでも楽しめそうなゲーム探しておくよ。あれ、私何かおかしなこと言いました？いいえ、ただご主人が日頃からやっているゲームを見たら多少はご主人の好みを理解できるかもしれませんね。あれを実行するのかー、ハードだなー。俺そんなやましいゲームしてないし、それって1年前の話だからね。やっぱり楽しいですね。月下先輩もいるし、メリアさんもいる。すごく気持ちが落ち着けます。これからは皆さんがそばにいてくれる。もう幸せさんみたいにいきなりいなくなることもないし、お父さんみたいにずっと会えないこともないんですよね。ことか、健全だからね。純愛ラブストーリーだからね。水着ヒロインも胸タッチラッキースケベも純愛。逆にメイド服で一日身の回りご奉仕も純愛なんですか、ご主人。やめて、ご主人のハートをえぐるのはやめて、思春期なんだからいいじゃない。あははは。今日はことかに楽しんでもらえてよかったよ。そうですね、最近皆さん慌ただしいですからね。おそらく各自情報をまとめたり、休んだり、技を磨いたりと大会に向けて動いていますよ。
俺も今日予選が終わったから本戦までの3日、ここで戦えるように仕上げないといけない。明日は試合見に行くのですか？うん、俺の1回戦の相手も出るしね。でも明後日からはずっと主要かな。今回の試合で何か大きな技術をつかめた気がするんだ。だから忘れないうちに自分の技術に取り入れたいんだ。本当、変わりましたね、パト君。かもね、でも変われたのはメリアたちのおかげだ。守りたい人ができた、でも守るためには力がいる。だから力を求めた、でもそれだけじゃ幸せにできない。だから他のこと持って磨いてきた。それが今の俺なんだよ。人ってすごいよね。一つでも大事なものができたり、責任を背負うことで、ダメダメだった俺もここまで変われるんだから。変われる、成長できることはすごいことです。世の中には成長できない人、変わるチャンスは何度もあったはずなのに変われない人、人の幸せを喜べない心が貧しい人、そんな人が多くいます。でもパト君は挫折してもそれを糧に成長できる、人の悲しみに寄り添って、人の幸せに喜ぶことができます。だからずっとパト君は魅力的ですし、これからもずっと一緒にいたいと思えるんです。それを言ったらメリアやみんなだって同じだよ。むしろ俺はそんなみんながいたから。あれ、あそこにいるのって？つくよみ。白鵬じゃないか。ですね、こんなところで何をやっているのでしょう。話しかけた方がいいかな。でも面識ないから警戒されるだけか。とりあえず近づいてみます。ああ、でも俺だけでいい。メリアは気配をうまく消しておいてくれ。どうしてですか？男の悩みだったら、あれだろ。了解です。ことは、俺はどうやってことかと向き合えばいいんだ。ことか、今ことかって言った？わかってるさ、白状なのは。昨日だって話しかけられたのに無視してしまった。毎度毎度、今年こそはと思っているんだ。だが、うまく聞き取れないな。ことかがどうこうまでは聞けたんだけどな。ことかは、本当お前に似てきた、だからだろうな。顔や姿を見るたびに、お前が亡くなった時のことが脳裏に今でも浮かんでしまう。つくよみってことだからもしかして父親、それか親戚。さて、ホテルに帰るか。もう今年はことかと話すことはないだろう。毎年毎年、世界が恐れるつくよみ白鵬が一人娘に悩んでいるなんて知られたら世界中の笑われ者だな。やばい、想像以上に深い悩みすぎて話しかけれなかったぞ。どうする？そこに隠れてるのは誰だ？やっぱり気づくよな。どうする？とぼけるか。虫を決め込むつもりか。いいだろう、なら無理やりにでも答えてもらう。あ、すいません、そんなつもりはないんです。東屋のところの息子か。大会は見ていた。よくラディウスを倒したな。目隠しというハンデの中で。いいえ、ハンデなんてそんな。なるほど、綺麗なオーラだ。この若さで達人の域に達している。オーラの無駄がない。それにラディウスに最後放った技、あれはオーラ技術を極めた極少数の者しか使えない技を。こんな子供がな。紛らわしい真似はするな。俺は食料柄背後や気配を隠している奴を敵視する。俺に用事があるなら堂々と話しかけてこい。そうですか、わかりました。一つ聞いていいですか？唐突だな。なんだ、言ってみろ。つくよみさんはことかさんの父親なんですか？そうだ、それがどうした？この人が、ならしあめさんのことも。なんで、つくよみさんは、ことかを、ずっと一人に。家庭の事情だ。なら、なんでことかにしあねさんのことを、伝えてあげなかったんですか？個人の事情だ。なら、最後に一つだけ教えてください。昨日ことかと会いましたか？それで何か変わったこととかありませんでしたか？あった、だが特に何もない。本当ですか？ああ、本当だ。ふざけんな。今のことかを見て何も変わってない。本気で言ってるのか？何度も言っている、変わっていないと。話して、ないの？ことかと、面と向かって、話して。ああ、していない。会話ができれば問題ないだろう。そんなのって、そうやって何年間ことかを、孤独に追いやったと思って。お前はことかのなんだ？恋人だ、永遠を誓った仲だ。薄いな。は。若い奴はすぐに永遠を誓う。それを一時の感情の高ぶりだと知らずにな。そんな恋人様が父親である俺に挨拶でもしに来たか。好きにしろ、俺の許可なんかいらない。そんなもの何の意味もないからな。そうかよ、そうかよ。でも言ってやる。俺はことかさんとお付き合いしています。そして専属神としてのちぎりを交わして、これから先一生俺のそばにいることになりました。なので責任を持ってことかさんを俺が幸せにします。これで俺の筋は通した。あとはこっちで勝手にやりますよ。失礼しました。くそ、こんなことってあるかよ。待て、お前今専属神って言ったか？ええ、言いましたよ。お前、
容姿とは聞いていたが何者だ。神だよ。それで俺は専属神としてことかと誓いを立てた。ふざけんな。え、ご主人。てめえが神なら話は別だ。ことかはお前みたいな奴には渡さねえ。契約を取り消せクソ野郎。専属神を知ってるのか。今すぐ話しなさい。でなければ実力行使で止めに入りますよ。やっぱり嫌がったか。他の専属神が。お前ことかは何人目だ。7人目だ。クソ野郎が。だて、お前の力を見てやるよ。ふざけるなよ、人間。主に代わって私がお前を引くぜ。メリア、これは正当だ。俺の力をつくよみさんに見せたらいいのか。ああ、その通りだ。てめえがことかの主を名乗るなら俺を倒してみろ。わかった。準備する。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。